めっちゃ若い頃に大阪でロケ行かしてもらったんですよ、はいはいはい、でロケなんかあんまり慣れてないんですけど、うん、それがね、あのブドウ農園の園長さんに話を聞くと、うん、ブドウ秋の味覚取り放題みたいな、で僕緊張しながらピンなってすぐぐらいで、うんうん、今日は来てますって言って、うん、あのブドウ農園の方ですって言って、うん、でご挨拶させてもらったんですよ、うん、今日よろしくお願いしますって、うんうんはいはい、でパッて見たら、うん、もう口の上にもうブドウ以外例えないぐらいのほくろあったんですよ、もうブドウ唇の上に、うん、星ブドウ以外も例えないレベルのほくろあって、もうでかいで、だいぶサイズは、うん、サイズ もう結構でかい、星ブドウさっきからさ、口元の上にほくろがあったらツボってどういうこと？じゃあこれはあんまいねえから、口元の上ほくろ見て笑う人、ここ のほくろのエピソードなんで2個あるの、うん、衝撃のラスト待ってるから、ちょっと待って、うん、で、うん、そのほくろがあるから、ゴールデンタイムか、衝撃のラストが待ってるってお前いやマジでここで CM かよお前、世界仰天ニュースかお前、おどんだけ例えんのお前ここで CM 入れんのよお前お前が CM なっとるやし、ほんで、うん、でほんでね、うん、星ぶどうやと、ですいません、あの僕芸人やらせていただいてて失礼なことあるかもしれませんって言うたんですよ、うん、もういじろうと思ったから、うん、だから全然いいですよ、そんな何でも言ってくださいって言ってたんですけど、うんうん、もうじゃあ始まりますロケ、ぶどうの家の人に話聞きます、5秒前、4、3、はい、というわけでね、今日はあのブドウ農園の、園長さんにお話を聞きたいと思います、うん、速攻いじろうと思ってたんですよ、うん、じゃあ次の瞬間、うん、園長さんが、うん、あの私ね、あのやっちゃうんですけどって言って、ブドウ食べてん、いや違う違う、食べてないんですよ、ほくろを口に入れたんやろ、いじられんの嫌すぎて、多分今までも何回もいじられてるから、うん、あのそのテレビ出てる最中ずっとほくろ隠してたねこの辺でも取り放題になりますけど、俺が言うことじゃないけど、そんな性格の悪いお笑いすんなよな、今の性格悪いな、別に、じゃあお前性格ええか、だから言ったやん、俺も性格悪いけどって、いやそのお前が引いたらもう終わりやんけ、でこうしたらいいやんな、手こうしながら喋ったら、いやそれはで、たまにバーって見せたらいいって、これなんでたまに見せるの、いや一緒やん、それやったそれもそれで、なんでお前パチンコのへそみたいにたまに開くの、おかしいやろ、いいワイン作りませんかみたいなブドウやからね、で上のブドウが下にガーンと落ちてくるそれ罰ゲームやん、役もんやん、いや CR ブドウ農園違います、じゃあ玉じゃないブドウで売ってるやん、ブドウで売つかお前、ブドウで売って1ブドウに4円払うかこっちも2円じゃ相場あ相場2円か、うん、いやそういうのあったのよ、そう